ハルモニー・ムジーク、あるいはハルモニーは、18世紀後半から19世紀前半にかけて流行した、管楽合奏の形態。アルモニーという語は、管楽器による合奏全般を指す言葉でもあり、フランス語で、軍楽隊を指すアルモニー・ミリテール、ドイツ語で、木管五重奏を指すアルモニー・クインテットなどの用法がある。しかし現在この語が一般に使われる場合、 1780年代からドイツ語圏を中心とした貴族階級に流行した感覚合奏、特にフレアルモニー、オクテットアルモニーと呼ばれる場合もある。オーボエに、クラリネットに、ホルンに、ファゴットにによる八重奏を指す。ハルモニーが用いられた主な機械は食事や祭人の祭の伴奏音楽としてであり、ソリストが招かれた時に共演する場合もあった。 レパートリーの中心となったのは、当時人気のあったオペラからの編曲で、ヨーゼフ・トリーベンゼーが編曲した、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトのオペラ軍や、ベンツェル・セドラク編曲のルート・ビヒバン・ベートーベンの、フィデリオ・カール・マリア・フォン・ウェーバーの、マダンの居手などが知られている。ヨーゼフ二世の楽団で2番大ボイ奏者だったヨハン、ベントは40ものオペラを、ハルモニー・ムジーク用に編曲した。また、 公共曲もしばしば編曲されており、ベートーベンの存命中にウィーンで出版された公共曲第7番は作曲者自身の編曲とも言われている。オリジナル作品としては、モーツァルトのセルナード K375、K388 や K361、ベートーベンの80奏曲作品103やロンリーの WOO25、フランツ・クロンマーの13曲の パルティータなどがある。編成の基本となったのは、上記の80層編成であったがそれ以外の楽器が用いられることも多く、コントラファゴット、コントラバス、セルパンなどの低音楽器をはじめ、フルートやバセットホルン、金管楽器や打楽器が追加される場合もあった。フェリックス・メンデルス像の吹奏楽のための助曲の原曲、ノクトゥルノは、 標準的なハルモニームジークの80層編成にフルート、トランペット、イングリッシュバスホルンが追加された11本の感覚器のために書かれている。ロマンハイコーもドボルザークのセレナード作品22がチェロやコントラバスを含む12人の奏者のためにグノーの小公共曲が80層編成にフルートを加えた90層のためにアール・シュトラウスのセレナード作品7や 組曲作品4が80層編成にフルート、ホルン角2本とコントラファゴット、またはチューバを加えた13管楽器のためのために書かれており、同種の管楽器2本をペアで含むハルモニームジークの伝統が受け継がれている。同様の用途のために編成された、より小規模な管楽合奏は18世紀初頭からヨーロッパ全体に存在しており、特に大ーボエにホルンに、 ファゴットにという編成の60層は、この編成によって、フランツ・ヨーゼフ・ハイドンが、ニコラウス・ヨーゼフ・エステル・ハージのために、ディベルティメントあるいはフェルド・ミュージックと題された作品を複数作曲している。モーツァルトも1775年から1777年にかけて、同じ編成で、ザルツブルク大司教のために6曲のディベルティメントを書いている。年に、 神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世がウィーンにおいてクラリネットを加えた蒸気の80層編成によるアルモニーを編成した。アントン・シュタードラーの兄弟が加わっていた。この楽団は高水準の演奏によって好評を博し、様々な貴族が追随して楽団を編成した。代表的な人物としてケルン大司教選定校のマクシミリアン・フランツ。 ラウドニッツのロップコビッツ公尺などがいる。また、モラビアからの移民によって、アメリカでもハルモニーは編成されている。この時期、モーツァルトは、オペラ、ドンジョバンニや、コジファン・トュッテの中で、ハルモニーを模した学説を登場させており、当時の普及ぶりが伺われる。ドンジョバンニでは、フィガロの結婚のアリア、モートブ・マイゾ。 この町長をはじめとする当時の流行曲が複数引用されている。19世紀に入ると、ナポレオン戦争によって引き起こされた貴族の献世の衰えに伴って、ハルモニーも衰退していき、解体されあるいはより大きな編成の楽団へ、組み込まれていった。1835年にシュバルツブルクゾン・ダースハウゼン、広国のハルモニーが、還元楽団に改組されたが、 これはハルモニーに関する記録の中でも最も新しい部類に属するものである。またこのようなハルモニーを管楽器セクションとして含む管弦楽団の編成は完全な二管編成による管弦楽団の普及に貢献したと考えられている。ありがとうございます。